はい。ハニープーさん、よろしくお願いします。えー、宮原さんがカナダにいるのは、えー、今月28日からの、えー、スターズオンバイスのカナダツアーに出演をするためですね。えー、羽生選手も、えーゲス、スペシャルゲストで、えー、出ちゃえないよ。なんてね、うん、出ちゃうんですかね。うん。 この羽生選手は今回、ね、クリケットにいるというのはファンタジーオン・ワイスの不リースの可能性が高いかなと思うんですけども、えー、スターズ・オン・ワイスのスペシャルゲストで出る可能性もあるとしたら結構注目ですよね。うん、可能性はゼロではないという感じで。また右に斜め上を行きまくるので、イメさんどうもです。 カブ君、おはようございます。えっ、ー、と、カブ君、新潟日報は特別に羽生さんの特集は組んでいません。えー、ただ、プロ転校相性の時は取り上げられて記事になっていました。オリンピック2連覇の時はは、えー、新潟日報で号外も出たし、えー、特集もありました。でも、これは全日本、あ、日本全国どこでもあったはずです。えー、なんといってもオリンピック2連覇ですから。なるほど。うん。という感じなんですね。まあ、 特集は組んでないということなんですが、まあ取り上げられて記事になってたという感じで、うん、なるほど。桜子さん、よろしくお願いします。えー、羽生プー様、情報ありがとうございます。えー、羽生君、クリケットにいるんですね。えー、早速イ、インタの写真を見てきました。えー、何か泣けてきます。 オーサー講師たちや、本妻プーさんとも、えー、再会できたんですね。えー、羽生くんがクリケットで滑るのは3年ぶりですよね。えー、さらに、ファンタジーオンバイスが楽しみになりました。もう3年ぶりということなんですね。なんかいろんな仲間たちとも再会できたりとかして、なんか感極まる思いとかってあるんですかね。うん、あると思います。まあ、その裏、裏上う、裏、うん、秘蔵映像とかもね、出そうな気がしますよね。うん。本妻プーさんは、これは、 持って帰ることはできるんですかね。うん。あと梅よこさんどうもです。ええー、株君おはよう。 ハニープー様、情報ありがとうございます。えー、早速イースターを見てきました。やってやっとクリケット、カナダに行けたんですね。えー、3年ぶりもっと、えー、オーサーコーチーたちにも挨拶で,できたのかな。まあ、挨拶しに行ったんでしょうけども、えー、しばらくはカナ,カナダにいて、ファンタジーオンバイスの振り付けの練習でもするのかな。本彩プーさんにもあ会ってきて、少しカナダの、えー、空気を知ってきてほしいです。ね、本当ですよね。まあ、最近シンコロの えー、マスクを外して OK だったりとか、空港のチェックなんかもきびあの少しね、緩くなったらしいですよね、日本でも。なので、それもあって、行けるようになったっていうのはあるんですかね、うんあの、そういったところが、まあ、えー、とポイントになってくるかなと思いますが、やっぱり侵攻の影響っていうのが大きかったんでしょうかね。うん ようさん、よろしくお願いします。カム君、おはようございます。ハニープー様の情報に感謝します。いきなり覚醒しました。やはり、オーサープーさん、最高です。ハニー弦君も里帰り気分で、リフレッシュしたり、吸収をしたり、楽しく、楽しく、忙しく過ごしていると思います。よかった。では、私も頑張ります。朝7時の気温、0度寒い。 凍ってますね13度まで上がる予定。天気は快晴ですか何か飛んでいる。喉が意外が。29日プロローグからの徹子ちゃん。嬉しいが続けますね。カム君今日もよろしくお願いします。セバネはい。ということ。何かが飛んでるって、これは、えあれですかねあの。花粉のことでしょうかね。0、う、度、ん、ってめちゃくちゃ寒いですね。あの、ベルギーよりも今寒くなってると思います。うん。 えー、ミキミナさん、よろしくお願いします。えー、クリケットでの生活を楽しんでほしいです。えー、気分、あ、気分、えー、一心。 リフレッシュできるといいな。ファンタジーオンワイスチケット当選された方々はおめでとうございます。お祝いコメントをしたかったけれど、なかなかできなかったんで、この場をお借りして。うん。で、時は絶滅危惧種、え佐渡島での繁殖はどうなるのか注目されたとされたおりです。え中国中国種と交配をしてえ、個体数が回復をしています。え、サーリや田んぼなど、えー、 餌付けをえ、餌取りをしています。うん、え数が多く、外獣扱いされてるんですね、うん。まさに詐欺っていう感じですね。まあ、あの、トキと詐欺、ちょっとね、どんな感じだったか少し思い出しましたね。うん。あの、トキは絶滅危惧種でした。確かに。うん。はい。ということです。うん。でも、サキとトキってまた違う仲,仲間なんですね。なんか似てるような感じもね、一瞬ちょっと思ったんですけども。うん。 えー、テラさん、よろしくお願いします。ハニープー様の羽生選手がクリケットにいるのをお知らせ。朝起きてこの動画を見て思わずやった、嬉しいと言ってしまいました。えー、なかなか行けなかったんですが、懐かしい皆様との再会を喜びつつ、えー、シンプルな振り付けをされるんでしょう、えー。ファンタジーが楽しみですね。えー、そうそう、この期間にカナダでオールスバンだった本サのプーさんも日本に連れて帰れるのかなうん。ね、そう、これ気になりますよね。あの、日本に連れて帰るんですかね。 その可能そこもちょっと気になっていて、うん。まあ、もう連れて帰るんだったら、あんまりこれから行かなくなるんでしょうかね。うん。もしも置いてくんだったら、これからも行くっていう合図かもしれませんね。そこら辺がちょっと気になりますよね。うん。えー、ようさん、カブくん、7日ではなく朝7時ですっていう。あ、なるほど。先ほどのなんか訂正コメントですかね。うん。えー、ゆンママ様、ありがとうございます。えー、見ていきました。羽生くん、楽しそう。だけどさ、 羽生くんあなたもインスタグラムのアカウント持ってるのよ。忘れてないかいって心へツッコミを入れてました。うん。羽生さん、インスタグラムのアカウント持ってるんですね。うん。ちょっと、皆さん、インスタグラムかなりはやってるっていうか、やっぱ、インスタの方はすごいですね、やっぱね。うん。YouTube とかでのライブはやんないんでしょインスタライブは結構皆さんやるんですよね。うん。ねまあ、これはなぜでしょうかね。 レモンミカンさん、よろしくお願いします。歌舞伎おはようございます。えハニープー様、情報ありがとうございます。ハニューさん、トロントにいるんですね。えデイビッド・ビューソンに振り付けか、別の人の振り付けか、ファンタジー・オン・マイ・ンステの曲がもう決まっていて、見てもらっているのかなそれともまた別にアイディアが、うん。 羽生さん何かやりそうなんで、半年くらい前から動き出しているみたいだし、カナダでアイショにも出演する可能性もあり得るのかな羽生さんが代表取締役になった事務所にオファーが来ているんでしょうかね朝からお楽しみの想像をしてしまいます。これからはたびたびクリケットを訪れるかもしれませんね。 爽やかな季節に、爽やかな情報、ありがとうございました。なんかほっとしたわ。うん。ね、ほっとしましたわね。僕もなんか嬉しくなりました。うん。昨日は散歩もして、とても気持ちよかったし、この情報も嬉しいし。うん。まあ、このシリウス、チームシリウス、ね、代表取締役になりましたが、その関係とかってあるんですかね うんまあ、そこら辺がちょっとよくわかりませんけどで、先ほどもコメントありましたが、スターズ・オン・ワイスに顔を出すんでしょうか。まあ、それもちょっとびっくり、えー、サプライズありそうな気がしますよね、まあ。徹子の部屋も5月2日にあるということなんで、まあ、結構楽しみが続くのかなという感じですよね。うん、えっ、ー、と、ゆめさんどうもです。カ、えー、く君やっぺーとの浮気を知ったカナダの本作が起こったんで、 カナダまで昔にいたという面白いつを見かけました。やっぺえ、お顔、真っ青っていう顔です。そういうツイしてる人ですね。いろんな人いますね。うん。まあ、そんな可能性もあるんですかね。うん。発想、面もしすぎですね。うん。えー、マスタードリアさん、どうもです。えー、カムさん、お疲れ様です。ハニープーさん、ありがとうございます。 羽生選手もスペシャルゲストで出ちゃえないよ。うん。なんてね。のコメントにいいねって思いました。え、第二のふるさとカンナダで楽しそうな羽生選手の笑顔を SN、SNS で見てきた、え、見てきて、え、目が、目はえっとね、目 目頭ですね目頭が熱くなり、えー、もう一人のプーさんとやっと会えたのかと思うと泣けてきちゃいます。この中で規制がある中、一人で頑張ってきた羽生選手姿をそばで伝えていた、えー、プーさんからそろそろ迎えに行ってあげてと言われたのかな。うん、ずっと、えー、待ち続けていたプーさんをいっぱい抱きしめてあげてほしいです。ほ本当ね、真面目にその可能性あるんですかね。うん。あの、なんていうんだ、別に冗談とかじゃなくて、本当にプーさんを迎えに行ったんですかね。 うん、その可能性もあるのかなってちょっと思いました。うん。ねまあやっぱりこの、なんて言うんだろう、プーさんね、にもたくさんの魂がこもってますので、まあ寂しかったのかなっていうね、感じもあると思うし、まあいろんな、そのブライアン・オーサーさんとかもね、えー、会えたりとかもするかと思いますので、まあいろいろ懐かしいんだりとか、ね、なんか涙ぐんでね、ねえー、嬉しいっていうのがあるのかもしれませんね。うん、でなんか、あのー ね、本当、そういう感じでこれから空にどうなっていくのかも続報もちょっと気になりますね、どれくらいいるのかっていうのもちょっと気になりますよね。うん 坂場さん、よろしくお願いします。えー、こんにちは。え今、昼休み中ですが、結局、妹は今日も具合が悪いから休みたいというので、えデイナイトケアは休ませて、普段からしている私なりの運動は妹が心配なので、え電話をしながらおにぎりほやあ、おにぎりを頬張り、やれやれと、携帯を眺めていたら、嬉しい動画を投稿されていた方がいて、本当かはわかりませんけど、羽生くんがクリケットに訪れたらしくて、いろんな選手と写真を撮ったり、リンクで滑る姿が見られました。 えー、この日を待ってました。人段落をしたのかなお留守番中のプーサを迎えに行けたかな大沢ーーコーとのハゲも見たいです。うん、あ、見たいです。ってね。そうですよね。あの、そういったシーンなんか秘蔵映像として出てくるんでしょうかね。うん。いや、なんか久しぶりの再会ということなんで、まあ、メディアとかこういうことにちょっと注目してほしいですね。うん。ね、できれば。 あの、ほんとね、やっぱ羽生選手が右斜め上行きすぎてるんで、まあ、結構、この件知ってメディア慌ててんじゃないでしょうかね。うん。まあ、そういう感じもしましたね。やっぱり、こう、何もね、予想だにつかないことなんで、うん。いや、本当あの、なんか予兆とかあればいいんですけど、ない、ないですからね。<laughs> そう、なんか本当に予想外のことがどんどん起きてるので、うん。まあ、ある程度予想もできる、で,できて、ね、それも当たってるとこあるんですが、まあ、クリケットにこのタイミングで行ったりとかするっていうのもね、うん。その、なかなか、ね、 このびっくりはしますよね。うん。えー、コピアクラさん、よろしくお願いします。えカ、ー、ブさん、おはようございます。えー、皆様、さすが、情報、早いですね。私も、朝ゆずかクリケにいるツイッターで見て、びっくりしてですね。あのー、腰が抜けて、カブさんに言わなきゃって、焦ってたら、もう、情報、入ってました。あ、ありがとうございます。 え、ツイッターに情報が入ったんですね。うん。プーさん、お迎えですね。は、うんあもも、お迎えですね。うん。なんかなんか幸せというか、嬉しいというか、ゆずくん、クリケでいっぱいいっぱい楽しんでね、ゆっくり充電して、また新しいゆずを発見をしてきてね、ゆずくんがいっぱいいっぱいの幸せで満たされますように。うん。あの、羽生選手、クリケ行ったって、本当嬉しいですよね。あのー、 やっぱファンの皆さんも嬉しいんじゃないかなっていうのが伝わってくるんですが、なんかやっぱりこう、すごくその、その土地というか、クリケットという場所がね、すごくその、なんかいいのかなっていう気がするんですよね。うん。なんかよくね、その、なんか理由が説明しにくいんですが、そうそのオーラがいいなっていう気がしますよね。あの、あとチャ・ジュンファン選手であったりとか、えー、ジェイソン・ブラウンとかもいるんですかね、まあクリケに。うん。 で、他の仲間との交流なんかも気になると思うんで、まあ、そこら辺も楽しみにしています。まあ、最近ね、さとこさんとねえ、ジェイソンの、あのね、二人のその映像がよく出ますけど、まあ、やっぱりクリケにいるからっていうことだったんでしょうね、きっとね。うん。まあ、そんな感じで、まあ、あの二人も冗談,冗談ばっかりやってるんで、なんか楽しくね、過ごしたらいいなっていうふうに思います。うん。 えーと、ゆめさん、よろしくお願いします。え、ファンタジー幕張公演最終日5月27日、え、テレ朝1日から生中継、幕張公演ライブビューイング決定ということですよ。うん。あ、はい、これ速報ですかね。あ、速報です。うん。えっ、ー、と、幕張公演最終日5月27日、テレ朝1日から生中継で、え、ライブビューイングも決定ということみたいです。うん。ありがとうございます。 カブ君ん、こんにちは。夢様の追加なんですが、ファンタジーオンバイス5月28日の日曜日から、日曜日13時から幕張公演全国映画館で生中継があるそうです。うん、ということですよ。チケット選考は4月27日木曜日12時からだそうです。とうん、ということですね。そして幕張公演行けないんで映画館で生中継嬉しいです。はいあ、ありがとうございます。ということなんで皆さん、えー、あの、 チケット、えー、ライブビューイングがあるということなんで、うん、注目してみてください。うんえー、斉藤さんよろしくお願いします。カ、え、ム、ー、君羽生結弦選手がクリケットに帰省しているつい見て私まで嬉しくなりました。えー、こうした人の再会に久々にパーティーと、えー、まで行かなくとも、えー、食会食くらいはあるんでしょうか、えー、長年の相棒、初代のプーさんとも再会に。 帰国する日が今から増してほしいですね。5年ぶりのプーさん再会か。一人にしておいて本当にごめんよ。相棒なんて言うのかなと。うん、いや、言ってる気がしますよね。また向き合ってるんじゃないでしょうかね。うん。ね、あの、さっきもなんか、えっと、やっぺーの嫉妬とかなんかいろありましたけどね。うん。なんか僕もなんか嬉しいですね。あの、ね、なんか羽生選手クリケットに帰省した話聞いてすごいうしかったです。で、あの、 なぜでしょうかね。やっぱりこう、なんかカナダの土地の、やっぱ羽生くんがカナダに練習してるっていうのが、なんかすごくオーラ的にいいなっていう気がするんですよね。うん。なんかそういう、こう、胸がワクワクするっていう感じがあるので、それはすごくよいいあの朗報だなと僕は感じましたよ。食事とかも多分するんとは思うんですけどね。うん。まあそこら辺は、まあ、折を見てという感じになるんでしょうかね。うん。 えっと、ジミー・デーさん、よろしくお願いします。えー、羽生さんとイリアは負けん気がめちゃくちゃ似てる。えー、特にイリアは4回転アクセルを封印して PCS を頑張るつもりですよね。えー、そのに逆に羽生君はクリケットで4回転アクセルを仕上げてきそうじゃないですか。あ、なるほど。シンプルですかね。えー、全速持ちで、ずっと海外行ってなかったんで、羽を伸ばしてほしいですね。なるほど。うん。そうですよね。あの、4回転アクセル、あ、クリケットで4回転アクセルを練習するっていう可能性もあるんですかね。でもね、 あの4回転アクセルについて、あのやっぱクリケットに行った方が、4回転アクセルをもっと練習しやすくなる可能性もあると思うんですよ。まあ、あのファンタジーに向けて怪我もできませんので、あんまりやってかないと思うんですけど、まあ、これもなんかやってくるんでしょうか。やりやすくなったのかな確かに。うん。で、釣り釣りに、あの釣ってね、こう、魚釣りみたいになるね、えー、あの釣りをやって4回転アクセルでね、あのハーネスがとかね、ありますし、うん。で、これもちょっと、 考えられますね。うん。